皆さんこんにちは。今日はね、ミニゲーム特訓シリーズ、いろいろキノコで達人と戦っていきたいと思います。これはね、ちょっとタイミングだよね。とりあえずみんなの上にジャンプして乗っときゃいいみたいなとこあるんだけど、潰されたらもう勝てないと思ったけど、待って、でかい画面でプレイするのがちょっと初めてすぎて、なんかいろいろわからん。まあ、とりあえずみんなの上にいれば潰されることはないので、押し出されないためにも、あら、ドンキージャンプしとくのがいいと私は思う。ピン、マリオ帰れ。あー、ダメだった。緑、これね、下手にヒップドロップしない方がね、いいんだよね。あって言いつつやっちゃう。いや、これここからなのよ、勝てないのは。はい、来るな。あー、来ちゃうか。これはね、おごり、おごりです。おごり、私のおごり。悔しい。結構ね、せっかくいい感じに達人が脱落してってくれてたのに。多分ヒップドロップをせずにやっぱ地道にジャンプするっていうのをやり続ければ、まあ、達人と一緒に勝つみたいなのがあるからね。タイムオーバーみたいになってさ。あー、激しい争いが繰り広げられている。いや、みんなが上に乗ろうと頑張ってる。私が上だ。あー、やめてー。やり直します。あ、でもこれだとあれか、勝敗の記録が残らないか。すみません。でもみんながこうずっとやり続けるのを見てると寂しいじゃないですか。勝敗にしましょう。いろいろキノコ本当に勝てないんだよな。いや、勝てるんだけど、なんかね、ちょっと欲出したらね、瞬間に負ける。勝てるのやるよ。みんな一気にね。みんな、ダメだったな。なんで白なのよ。これじゃ誰も脱落しないじゃない。あー、潰された。ちょっと黙っちゃうね、ゲームやってると夢中になっちゃって。ゲーム実況者あるまじき。でも2人脱落した。ゲストは彼らをどこに連れていくのであろうか。よーし、これ勝ったでしょ。やったー。やっぱね、あれだよね、ヒップドロップのタイミングだよね。これはもうちょっと多分ね、特訓が必要ですね。ってことで、じゃあこれは終わります。お疲れ様でした。